渡辺かなめさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。前回は春日先生の曲をリクエストです、はい、今日はライバル三橋先生の曲をリクエストいただきました。何でしたっけ曲は。リンゴ村から。リンゴ村からねえ。三橋先生ともやはり思い出は。三橋先生は、ね、香川県の会館にね、市民会館に来られた時、はい、僕もやっぱり行きまして、はい、その時にちょうどねもうとにかく春日先生、ええ、で宮先生、村田先生、ほ3人が来られたんです。うわ すごい豪華なメンバー。それで僕楽屋というかイベントしてる人が友達なんで、はいまあ、僕もお客さんすごい動員して何百人も、はい、ね、連れて行って、それそのイベンターさんが要ちゃんちょっと部屋行ってよ、誰も行かないんですよ、うん、誰も行かないからもう悪いからね行ってよって。そら書いてましたら、そら春日八郎宮下美ちゃん村田秀夫っていう看板でしょ、同じ人部屋だから入れないですよね、誰も入らないですだから行ってよって、もうあんたしかおらんよ行く人はって、うん、おだてられて、はい、で失礼しますって言ったら、まあ、もちろんお寿司差し入れでね、はいはい、行ったら村田先生が、まあ、来てくれてたんで、はいはいはい、で春日先生もねご存知だけど宮下先生だけは縁がなかったんですよ、はいはい。で村田先生がもう「おお要か入れ!」っつって、でそこから宮下先生、僕は本当は一番宮下先生が憧れで好きだったんですよ、ええ、子供の頃から。それは言えへんな言われへん。だから写真お願いしますと言われないしね、うんうんうん、あの時ね3人揃って写真撮っといたらよかったというのが僕の残念な思い。そうですね、それ写真撮ってたらもう お宝もいいとこですね。めったにそんな写真は撮れないと思います、はい、撮れないですね。僕もその頃の大先生の大好きな先生いっぱいいます。そうですね、本当にもう。あなたも好きでしょ。大好きですよ。誰が一番歌う。好きなのはやっぱり南春夫先生ですけども。そうや、ね、村田先生の歌も、宮下先生、春日先生の歌も数曲ずつはレパートリーというか、うん、昭和歌謡メドレーとかに、ね、いいね。あなたの入れたりしてあります。あなたのも浪曲よりも何とも言えないねいやもうあれはもうあれですね、芸術ですね、あなたのいやいやいや、もうそう。いや本当、俺あなたの聞いてからもう歌をやめたんだから。なんで。南先生の歌は。ああそんなことないですよ。いやいや本当。いや、要さんのあのいぶし銀のあの節回しは誰にも真似ができないです。いや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 、憧れでございます。いやいや、とんでもございません。ありがとうございます。さということで今日は三橋美智也先生の曲をリクエストいただきました、はい、曲紹介をもう一回。覚えてるかい。覚えてますよ。何。フルーツです。フルーツ。何それ。フルーツ、リンゴ行きましょうか、うん、あちょっと余談やけどね、うん、アップルってあるでしょ。アップル、リンゴ、スペル、エル、はい、スペル APPLE。 本当は何語だと思う。本当は何語、うんうん、アップルは何語だと思う。本当は。本当は英語ではないんですか。ない。リンゴ。なんやそれ、はい、すいません。それではリンゴ村から渡辺かなめさんです。覚えているか故郷の村を頼りも途絶えて幾とせ過ぎた都へ積み出す真っ赤なリンゴ見るたび雨のホーム上りの
容疑者のにじんだ汽笛切なく揺するよおいらのおいらの昔ともちっとも変わっちゃいない